要にな。新しいネタ、どんどん。何？またね。よし、宿題終わり。お疲れ様。やっと終わった。あー、外に遊びに行きたい。それは無理だってば。だって宿題も終わったし、本当にすることなくなっちゃったんだもん。なら一緒にお薬を作ろうよ。今ね、虫歯を10倍痛くするお薬を研究してるの。そんなもの作って何がしたいのよ。暇を持て余しているようだな。お、くんちゃん、今日は珍しく普通に登場したね。嬉しそうな顔してますけど、どうしたんですか？喜ぶがいい。今日はお前たちのために余興を用意してきてやったぞ。余興？うん。最近学校内でちらほら幽霊の目撃情報があるのは知っているな。はい、クラスメートの子がそんなことを話してましたけど。まさか幽霊を捕まえてこいとか言うんじゃ。そんな無粋なことは言わん。その幽霊を探しつつ肝試しをしようと思ってな。肝試し？ちょっと面白そうかも。この学園にはいわくつきの場所が多いからな。そこを回ってくるの。肝試しってやったことないんだけど、楽しいのかな？私は結構好きだよ。暇つぶしにはなるかな。文ちゃんの企画。そんなに疑わなくても。いわくつきの場所についてはメモにまとめておいて、歩きながら目を通しておけ。あとは計画通りに。旧校舎か。いかにもって感じだよね。で、ここにはどんな噂があるの？やっぱ幽霊とか？ちょっと待ってね。旧校舎は床板が腐ってて、歩いてるだけでも床が抜けるんだって。階段でもなんでもないじゃない。うん。あ、続きがあった。前にね、床を踏み抜いて怪我をした生徒がいるんだって。それが大怪我で、その怨念とか。ううん、軽いかすり傷だったみたい。ダメじゃん。ところが
一週間もすると傷口が腫れてきて足首までパンパンに膨らんで、なんか話がおかしな方向に。こりゃいかんと当時の保健の先生が傷口を開いてみたら、そこからはシロアリの幼虫がブワーッと。うわにゅー、おそらく傷口から入った卵が帰ったんじゃないかって。それ以来旧校舎はしばらく立ち入り禁止に。怖かったけど、それって階段じゃないよね。うん、全然違うわよ。それより早く出ましょう。そんな話聞いたら気持ち悪くて。あ、そんなに乱暴に歩くと。いくらだね。先生はもう帰ったのかな。保健室にもやっぱ噂話があるの？うんとね、名付けて血塗られた保健室だって。ある生徒が夜中に保健室に来ると床一面に血だまりができていて。ありがちね。やっぱり作り話かな。決まってるでしょ。本当だったら大問題になって。へっ！どうしたの？なんか液体を踏んだような感触が。まさか。ヒロモン？きっと水か何かがこぼれてるんだよね。そうだよ。そうに決まってるよ。とりあえず明かりをつけるよ。誰かいるの？あら、あなたたち。先生、脅かさないでよ。こんな時間にここで何をしているのかしら。みんなで肝試しを。肝試し？うん、なるほどね。それより床に水がこぼれてるよ。掃除していきますね。電気つけます。待ちなさい。えっと電気をつける前にこの香水を嗅いでもらえる？香水なんて後でも。あれ、ニケちゃん、どうした？急に眠く。来なさい。起きなさい。あれ。頭がクラクラする。おはよう。よく眠れた？あれ、ここは保健室よ。3人揃って寝てるんだもの。びっくりしたわ。寝てた？私たち、なんで？肝試ししてて、それで。もう夏休みだからといってあまり遅くまで出歩いてはダメよ。ごめんなさい。さあ、今日はもう帰りなさい。他の先生には内緒にしといてあげるから。はい。どこから話が漏れたのかしら。
もう少し慎重にやらないとダメかしらね。音楽室か。やっぱ一人でに楽器が鳴ったりするの？壁の作曲家の絵、夜中になると目が光るって書いてあるよ。ああ、そっちか。でも、もうオチは読めたわね。え？ほら、やっぱり目のところに画鋲が刺さってる。ああ、なるほど。どこにでもいるよね、こういういたずらするやつ。いきなり分かっちゃうとつまんないね。でも怖い思いするよりは。とりあえず外しておく。あ、何？画鋲抜いたら血の涙が。目から涙。本当だ。待って、じゃないよ。錆びた水みたい。あ、そうか。画鋲が刺さってたとこに水が入って。ニケ、大丈夫だよって言っちゃったか。この絵どうしよっか。綺麗に拭いておく。でもせっかくの階段がなくなっちゃうのも寂しいかな。それじゃあこのままにしとこ。ニケにも内緒に。うん。暗くてよく見えないな。ここには何があるの？夜中になると歌い出す骨格標本があるんだって。随分ベタな階段ね。え、どうしたの？そこ、人が倒れてる。え、どこ？ロクシスじゃない。ちょっと、生きてるんでしょうね。気絶してるだけみたい。口から泡吹いてるよ。なんでこんなとこで気絶してるのかな。幽霊を見てびっくりしたとか。まさか。とりあえずどこかに運んでおこう。ほっといても平気でしょ。ダメだよ、こんなとこで寝てたら風邪ひいちゃうし。人がいいんだから。かな。うん、メモに書いてある場所は全部行ったよ。あんまり怖いとこはなかったね。まあ暇つぶしにはなったかな。え？何？今の声。やっとかかったか。待ちくたびれたぞ。ん？お前たち、なぜここに？なぜって、肝試しをしてきたんですけど。それより今の悲鳴聞きました？ああ、てっきりお前たちの声かと。どういうことだ？うちらに聞かれたってわかんないよ。とにかく行ってみよう。おかしいな、脅かす相手を間違えたのか。悲鳴が聞こえたけど。ああ、どうしたらいいのか。突然出てきてそのまま連れてかれて。
落ち着いて、最初から話してみて。私ね、リグスを肝試しに誘ったの。そのついでに幽霊を探そうって二人でうろうろしてたんだ。そうしたら突然モンスターが現れてリグスを連れてっちゃって。連れてったって、それをぼーっと見てたの？いきなりだったんだもん。それに怖くて動けなくて。それでリグスはどこに連れて行かれたの？資料館の奥に。まあ女の子一人で追いかけろってのも酷だよね。私たちで探しに行こう。うん、急ごう。予期せぬアクシデントだな。だがこれはこれで面白い。
ただ待っているのも退屈だな。仕方ない。こちらから呼びに行くか。グンネルくん、私いつまで待ってればいいの？おお、ちょうどいいところに。今まさに呼びに行こうとしていたところだ。待ちくたびれちゃった。退屈だったからメガネの男の子を驚かしちゃった。すまんすまん、予想外の展開になったな。カクカクしかじかで。あらあら、大変なことになってるのね。何か起きては後々面倒だからな。一つ手伝ってもらえるか。待ちくたびれて眠くなっちゃったし、明日じゃダメ？却下だ。一刻を争う事態だからな。しょうがないわね。寝不足はお肌に悪いのに。やっぱり本当にいたんだ。Thank you.
なり興奮しているようだな。どうしよう、このままじゃ。あらあら、大騒ぎね。ちょっと近づいたら危ないって。あの人空を飛んでる、まさか。心配するな、彼女は味方だ。味方って、あの人幽霊じゃ。うん、お前たちを脅かすのに協力してもらったのだ。ダメよ、こんなことしたら。気持ちはわかるけど、だからって関係ない人をいじめたらいけないわ。何を話してるのかな。あのモンスター、あの幽霊に惚れているらしい。姿が見えなくなったから不安になって暴れ出したようだな。そうだったんだ。それじゃあこの子は連れて帰るわよ。もうダメよ、そんなこと言われても困るわ。どうしましょう。グンナル君、ちょっと懲らしめてあげて。お、いいのか。うん、だってすごいわがまま言うんだもの。あとこの子運んでって。男を抱きかかえる趣味はないのだが。私だって嫌よ。うん、仕方ない。デイン、モンスターの相手は任せた。え、そんな。考えてる時間はなさそうだね。
ご苦労様、すごいわ。みんな強いのね。当然だ、俺様の見込んだ連中だからな。でもよかったんですか、あのモンスター友達だったんじゃ。いいのよ、悪い子にはお仕置きが必要だもの。はあ、人気があるのも考えものだな。笑い事じゃないわ、もう。それよりさ、軍ちゃん、この幽霊さんは？もう紹介を忘れていたな。長くなるし、続きはアトリエで話すとするか。家になってから俺様は一度も使ってないしな。先輩、それ自慢することじゃないですよ。グーンちゃん、早く紹介してよ。おお、そうだったな。彼女はパメラ。大昔からこの学園に住んでいる幽霊だ。よろしくね。やっぱり本物の幽霊なんだ。昔って私たち入学してから半年経つのに。うん、全然気づかなかった。ハメラは学園の風物詩みたいなものだからな。1年生の入学から半年間はその存在を隠し続けるのが通例になっている。そして夏休みの肝試しで存在を明らかにして驚かすというわけだ。私は待ちきれなくて何人か驚かしちゃったけど。また迷惑な風物詩ね。ねえグンナル君、私にもこの子たち紹介してくださらない？そのピンク髪がフィロ、動物っぽいのがニケ、男がベインだ。ピンク髪って動物っぽいって。なんですパメラさん。パメラさんなんてよそよそしいわ。パメラって呼んで。あ、はい。面白そうな子ね。私気に入っちゃった。ほほう、パメラに気に入られた。大したものだな。決めた、私もこの辺りけど。生きてる間はここの生徒だったのよ。それとも私が入るのは嫌？嫌とかそういうんじゃなくて、その学校が許してくれるかなって。大丈夫よ、ベルーハルト君とはお友達だもの。なんとかしてくれるわ。ベルーハルト、どこかで聞いたような。我が校の最高権力者のことだ。そうか、校長先生だ。昔は美少年だったのよ。すっかり地味なおじさんになっちゃったけど。しかし、よもやパメラを獲得できるとはお手柄だ、ベイン。よろしくね。こちらこそよろしくお願いします。肝試し騒動も無事に解決して、アトリエには新しい仲間が加わることになった。幽霊のパメラ。
幽霊ってもっと怖いものなのかと思ってたけど、仲間が増えるのは心強いんだけど、なぜか不安の種が増えたような。おや、君は奇遇だね。まさかこんなところで会うなんて。偶然なわけないでしょ。わざわざ会いに来てあげたのよ。まったく連絡の一つもよこさないんだから。出しても届かないよ。あそこの連中が勝手に開けて破り捨てるに決まってる。それもそうね。あら、この子はあなたの？ああ、旅の友さ。一人じゃ何かとね。変わったわね。君も一緒に行くかい？冗談、そこまで暇じゃないわよ。久しぶり。さて、長い休み明けだけど、授業はいつも通り行うからね。はいはい、文句を言わない。さて、今回の課題だけど、あとは、そうだ、今学期はみんなお待ちかねの学園祭があるからね。早めに課題を済ませてたっぷり楽しむように。学園祭ってどんなことするんですか？普通に出店があったり展示があったり、それと毎回大きなイベントが行われるね。今年は確か2人1組で参加の舞踏大会だったかな。優勝者には賞品もあるし、興味がある人は参加してみるといいかもね。それじゃ今日はここまで。ねえねえ、舞踏大会みんなは出るの？私はちょっと。私もなんか野蛮だし。うちは興味あるんだけどな。ねえベイン、一緒に出てみようよ。え、僕？残念だがベインは予約済みだ。どういうこと？たった今申し込み書を出してきた。俺様とベインのコンビでな。え、そんな勝手な。チェー、しょうがない、今回は見学してるか。でも珍しいですね、軍なる先輩が学校行事に参加するなんて。長らくかかったが、ついに目的のものを手に入れてな。見るがいい。はあ、先輩のマナですか？すごい、いつの間に？なかなかかっこいいじゃん。やかましい連中じゃな。わしは疲れてるんじゃ、用もなく呼ぶでない。気難しそうなマナね。というわけだ。これからみっちりお前たちの相手をしてやれ。手始めに。なんですか？まずはベイン、早速特訓だ。出るからには当然優勝。ちょっと待ってください、みんな助けて。頑張ってね。後で差し入れ持ってくね。さて、
うるさいのも消えたし、課題でもやりますか。